愛知県小牧市で17台もの車が燃えました。今日午前3時前、小牧市上杖にある中古車販売業者の敷地で近くに住む男性から破裂音がして炎が上がっていると消防に通報がありました。消防車6台が出て火は2時間余りで消し止められましたが、敷地内で保管していた車17台が燃えました。出火当時、現場に業者のスタッフなどはおらず、けが人はいませんでした。警察と消防は実況見分をして原因を調べています。